はい、こんにちは、ユッキーダッペの民の村長です。シュッシュッ。はい、ということで本日はですね、ちょっと夏真っ最中、ものすごい汗をかく時期はちょっとレビューできないかなと思って見送っていたものをですね、まあそろそろいいんではないかということでレビューしたいと思っております。はい、それが何かと言いますと、こちらでございます。じゃん。はい、こちらレブロンカラーステイクッションロングウェアファンデーション SPF50PA3+ でございます。はい、ということで、もともとですね、レブロンからこちら、はい、カラーステイメイクアップというリキッドファンデーションが発売されております。で、このファンデーションはもともとメイク持ちも良い、そしてコスパも良いということで人気なんですが、このカラーステイシリーズから今回クッションファンデーションが発売されたということで、今回はこちらをレビューしていきたいと思います。では行きましょう。はい、ということでこちらのクッションファンデーションの機能を出していきたいと思います。まず1つ目、こちら、はい、ピタッと密着、崩れにくい極薄フィルム膜ということで、密着性が高い極薄フィルム膜内の皮脂コントロールパウダーが水分&油分のバランスを整え、過剰な皮脂を吸収するから崩れにくいということで、下の方に画像が貼ってあるんですが、こちら、はい、皮脂コントロールパウダー、フィキシングカバーパウダー、フィルムレイヤーというこの3つが大事な役割を果たしております。ちょっと細かい文字の部分は読まないんですが、後ほど皆さんゆっくり読んでみてください。はい、そして2つ目です。こちら、はい、高カバー力なのに透きツヤ感もということで、フィキシングカバーパウダーが肌悩みをしっかり均一にカバー、なのに透明感のある自然な仕上がりに。はい、そして次、こちら、はい、ツヤとマットのいいとこ取りということで、透明感のある自然なツヤ肌、そしてきめ細やかで端正なマット肌、両方を叶えますというファンデーションでございます。そして3つ目、こちら、はい、 SPF50PA3+ ということで、強い日差しから肌をブロックします。はい、そしてカラーバリエーションなんですが、こちら、はい、002番バニラ、004番バフ、006番ヌードが出ております。で、今回使用するものは002番バニラ標準色でございます。はい、ということで早速ですね、こちらのファンデーションを塗っている映像をご覧ください。では行きましょう。はい、ベースはディープログラムスキンケアベース CC のナチュラルベージュを使用しております。はい、で、手の甲にのせると厚みがあるのは伝わると思います。はい、では塗っていきます。まず面積の広い部分からタッピングしていきます。この時に目の周り、口周りなど細かい部分は避けてのせていきます。はい、ということで、もう火傷の跡がだいぶ消えておりますので、この時点で色ムラに対してのカバー力が高いのは伝わるかと思います。はい、広い面を塗り終わった後にパフに余ったもので細かい部分は塗ってあげてください。はい、こちらは塗った直後スポンジなどで整える前のものでございます。最近毛穴対策のスキンケアをしているのもあるんですが、小さい毛穴はほとんどカバーされていて、大きい毛穴だけはプツプツと見えます。これはおそらくテクスチャーが少し固めなので毛穴に入り込んでいないんだと思います。そして若干ムラにはなりやすいんですが、最後にスポンジで軽く押し当てながら整えていくと毛穴やムラはだいぶ解消されます。そしてここまでアップで見る方は少ないと思うんですが、引くとこの程度でございます。ちなみにこちらの引いた映像は少し時間が経っているんですが、ツヤ感も落ち着いて若干セミマットになってきております。はい、ということでお疲れ様でした。感想に行きましょう。はい、ということで感想の方に行きたいと思います。まず1つ目、こちら、はい、色ムラのカバー力は高いです。そしてこちら、はい、大きい毛穴は目立つが小さい毛穴はカバーできている。そしてこちら、はい、光の錯覚でのカバー力も高い。そしてこちら、肌を滑らかに見せてくれる、はい、肌が弱い方々独特に出る肌質の露出などもですね、しっかり抑えてくれておりました。そしてこちら、ツヤはみずみずしい仕上がりです。そしてこれ一番びっくりしたんですが、こちら、はい、だんだんセミマットになるのにみずみずしい濡れ感のあるツヤは残る。セミマットになってくるとですね、塗りたて濡れたようなみずみずしいツヤからだんだんとハイライトのようなツヤに変わってくるものは多いんですが、セミマットになってもですね、しっかりと濡れ感のあるツヤで保ってくれておりました。はい、そして次、こちら、はい、パ
フの跡はつかないがムラにはなりやすいのでスポンジで仕上げた方が良い。あの私が流していた映像に関しましてはアフレコでもお伝えした通りまだスポンジで整える前のものでございます。やはりですねこの塗りづらい鼻周りであったり目の周りは若干ムラになっているなという感じはありました。なのでしっかりとスポンジで押さえてあげた方が良いです。そして次こちら密着力は高く速乾性はあるが上に乗せるコスメにストレスがない。はい、こちらに関してはですねスポンジでしっかり押さえてあげるっていうことが前提でございます。ですが見た感じも塗った感じも結構厚みのあるファンデーションっていう感覚はあります。まあそういうファンデーションにしては上から乗せるコスメに対してそんなにストレスがないというのは素晴らしいと思います。あのだいたいこういう塗った感のあるファンデーションはですねスポンジで押さえても結構よれやすかったりしますのでそう考えるとすごいと思います。はい、そしてこちら猛暑時はマスクには結構ついた。そしてこちら少し涼しくなってからはマスクにはつきづらかった。そしてこちら家で空調なしで過ごした時は崩れにくかった。そしてこちら崩れ方は汚くない。はい、この書き方なんですが汚くはないんですが綺麗でもなかったです。ただその理由としてはですねやっぱりマスクプラス猛暑にはちょっと勝てないなっていうのはもう感想でございます。ですがあのこちらはですねレブロンのファンデーションに限らずなんですが、まあ、デパコスでメイク持ちが長いと言われるファンデーションであっても、まあ、綺麗に崩れると言われているファンデーションであってもやっぱりマスクの崩れはですね物理的な摩擦でございますので、まあ、その人の顔立ちによって擦れる部分も変わりますし崩れ方も変わってきます。なのであの私の中での結論はですねあの私も今年いろんなファンデーションを試してきたんですがその中でマスクに勝てるファンデーション、まあ、マスクに映らないファンデーションというのは存在しないと思ってます。というよりはお肌にのせるコスメがマスクの摩擦に勝てるぐらい強い成分だと困るというのが結論でございます。まあお肌のことを二の次にして肌のことを考えなかったら正直いくらでも汗に強くて摩擦に強いものっていうのは作れると思います。ですがそれを毎日使えるほど人間の肌は強くないですしお肌が弱い方ってなってくればもっと使えなくなります。まあね、あのそれこそ油性ペンとかに含まれる成分とか入れてしまえば本当に落ちないと思うんですが、まあ、それをつけられるかと聞かれたら皆さんそれはノーだと思いますので、まあ、ここは妥協すべき点なんじゃないかなっていうのは私は思っております。まあ、ですがそのファンデーションによってマスクにつきづらいファンデーションというのは存在していると思います。でその中で私がこのファンデーションに対して思った感想なんですがこちら、はい、残暑のこの時期から使うのがおすすめかなというのが私の感想でございます。はい、あのこのファンデーションが発売された当初はものすごい猛暑続きで毎日毎日暑かったんですよ。で猛暑プラスマスクってなってくると正直このファンデーションは厳しかったです。ですが、まあ、最近雨も多くなってきて涼しくなってきてからはですねあやっと本領発揮しているなという感じではありました。なのでこれからの時期におすすめなんではないかなということでこのタイミングでレビューをしました。はい、そしてまあこれらの理由にもあるんですがこちら、はい、意外と保湿力が高いです。あの空調の下で働く方にとっては安心できるかなって思えるぐらい私はそんなに乾燥を感じませんでした。そしてこれ皆さん気になるかと思うんですがこちら、はい、痒くならなかったです。はい、あのレブロンからは珍しいんですがフリー成分がしっかりあるこちら、はい、キャンディットシリーズというのが今年発売されました。で私もこちら2つともレビューをしたんですがあのコンパクトタイプの方がですねなぜか痒くなったんですよ。ですがフリー成分などの記載がないこちらのカラーステイのクッションファンデーションは痒くならなかったのでまあなぜなんだろうとは思っておりますが、まあ、こちらはご安心ください。はい、ではですねこちらが感想でございました。ではですね次デメリットでございます。こちら、はい、カバー力が高いためメイク直しに使用できない。はい、あの実を言うとデメリットはこれだけでございます。はい、あの正直ですねこのファンデーションがデパコスで、まあ、5、6000円するものであればあのもっとデメリットは伝えることはできると思うんですがこの価格でドラッグストアで購入できるファンデーションって考えた時にですね、まあ、ある程度機能に沿った感想でもありますし、まあ、何かが裏切られるような感覚もなかったですし
もう価格すべて総合して考えたときにデメリットはこれぐらいしかなかったです。まあ、そう考えるとあのカラーステイシリーズが人気がある理由が分かりました。はい、ということでこちらは感想デメリットでございました。はい、ということで今回はこちらレブロンカラーステイクッションロングウェアファンデーションのレビューでございました。はい、ということで実を言うとそのレブロンのキャンディットシリーズをレビューした時なんですが、私久しぶりにこんなに酷評してるなっていうぐらいボコボコに言った動画だったんですよ。なのでこれもうダメだったらどうしようって思っていたんですが、いやカラーステイシリーズは人気があるだけあってさすがだなって思わされました。正直これぐらいのクオリティだったらデパコスでもありそうだなって思えるぐらいでございました。なので猛暑はパウダー系を使っていたけれども、この時期になるとだんだん季節の変わり目で肌も揺らいできますので、この時期からはリキッドやクッションファンデーションを使いたいけど残暑にも勝てるメイク持ちがあるものがいいっていう方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日もありがとうございました。また動画でお会いいたしましょう。ユッキーダップの旅の村長でした。シュッ。